島田紳助の講演 VTR で学んだことだから。あれはやっぱキレッキレですね、紳助兄やん。あの時代の紳助すごかったね。天才というのはなんかおかしいくらいの理論の完成ぶり。あれはすごいですね、本当に。動画の最後に新入の研究から学ぶマーケティング理論も AI 音声で作成してます。ぜひ最後までご覧ください。こんなイベントさすがにないよ。あのちなみに男性比率 100% です。そうですね、はい、見たらわかります。素晴らしいね。まあだからこそよく来ていただいたと。男性比率が高いってことは本物度が高いって俺呼んでるからね。こんな本物度もう本当だ。女性比率が高くなればなるほどそのイベントは嘘比率という偽物比率。なるほどね、ガチなんだ。それはもうこの間島田紳助の講演 VTR で学んだことだから。お前らの相手は18から40までの独身の男や。女がキャーキャー言うたらそれは敵やって分かるって思って僕も見ましたよ。だから岡田さんがねそういうのをね、はいはいはい、あのブログでつぶやいてるのを見てみました、はい、心理の研究。あれはすごいです、ね、いいでしょ。あれはやっぱキレッキレですね、紳助に。あの時代の紳助すごかったね。天才ではないですね、教科書ですね、やっぱり、うん、教科書、うん、天才というのはなんかおかしいくらいのやっぱり理論の完成ぶり。そう、あれはすごいですね、本当に。もうだから僕あれを自分の Facebook のサロンの方でとにかく1分ごとに止めて解説する。吉本から権利わざわざ取って、あ、はいはいはい、動かして止めて喋って動かして止めてやめて やったら、その島津紳助の講演の映像が1時間半なんだけども、俺の講演の映像が1時間半以上あったから倍ぐらいになっちゃった。へ、それぐらいやっぱ語るところ満載でしたね。何がすごいって、今年の M1 僕生まれて初めて最初から最後まで見たんですよ。その出てくるの漫才師のセオリーがもう紳助がその時に言っていた M1 の勝ち方のそのまんまなんですよ。まんまでしたね、ファイナリストも含めて。紳助には何を言ったかというと、最後の30秒以外は捨てろと、最後の30秒でもあどんどんかませと、ガンガンかましてもう笑いをドガンドガンぶつけるんやと、最後の30秒で勝負しろって。もうね、今年の M1 どっかで、まあ、見直せられたら見てください。みんなそうやってるんですよ。やってますね。だから紳助イズムが M1 に完全に浸透したっていうね。だからもう草葉の陰ではないですけど、紳助にいやもうにやりとしてでしょうね。草葉の陰どころかあの人ね、だからテレビ出ないからやたら体鍛えてて、今なんかムキムキのマッチョになって、多分次トライアスロン出るんじゃねえかって言われて、そう選手として どこ行くつもりだって思って。まあね、あの人がもともと尊敬したのは上岡龍太郎っていう、はい、自分は何年に引退すると決めて本当にその年に引退しちゃった人だから、まあ、いい感じの老後じゃないですか。もう本当にそうですね、生き切ってる人ですね、はい、昨日ね DMM のラウンジでその島田紳助の研究というのをやったんだよ。で島田紳助の講演の DVD に対して僕がすごい注釈入れたんだよね。これこういうふうな意味だと。例えば島田紳助がここで努力って言ったけど、この努力っていうのは島田紳助は少ないボキャブラリーの中から努力って言ったけども、実は彼が言ってるのは分析と戦略と運用のこの3つをまとめて努力という一単語で言ってるから意味が通じなくなってるっていうふうにすごいなんか注釈入れてたんだよね。そしたらすごい分かりやすくなったというふうに言われて、これ俺何目指してるのかっていうとさ、孫子の標法というのあるじゃん。孫子の標法っていうのが、現代残ってる孫子の標法というのはほとんど魏の国王である曹操孟徳だよね、まあ、三国志の悪役の曹操、あれがですね注釈入れたやつが僕らが知っている孫子の標法なんで、今世界に残っている孫子の標本のテキストというのは、そのほとんどが実は孫子が書いたものではなくて、曹操が注釈を入れて分かりやすくしたものっていうのが流れてるんだよね。で、島田紳助というですね、もう引退しちゃった芸人さんが、あの人がですね話しているのが、人間には才能は0から6、5の6段階あると。ほほ、はい、0、1、2、3、4、5、そうなんですよ、はい、才能にはですね、うん、0から5の6段階があって、次に努力にも0から5の6段階あると、うん、で能力というのはこの掛け算で決まると。あ、掛け算にしましたか、はいはいはい、才能が0なのにどう頑張ってもダメ、はい、0の場合でも0っていう人はほとんどいない、うん、はいはい、才能が1のやつが5頑張れば5できると、それは才能が3あるのに、うん、1の努力しかしないやつよりは超えることができ る, なるほど、ね、でも才能が5のやつが5努力したら勝てないとその場合はそいつらと戦うなと、正面切って戦うなと。そうね、戦うことを制止、はい、られたとしたら、はい、確実に負けますもんね。島田紳助が言ってるのは、その人間には才能は悲しいことに
0から5まであってしまう、うん、でそれに対して人間ができるのは自分のリソースを使ってどんな努力を5するのかだ、うん、勝てないジャンルで明らかに才能が0とか1のものにあんまり掛け算せずに自分の中で3とか4あるやつを見つけてそれに5をやりなはれという話をしてるんですけども、なるほどね、島田さんはこれに対して、はい、さらに教育ってことは入れてないんですよね。教育ではなくて努力ですよ、ね、その全部それ努力に入れてるんですよ、はいはいはい、つまり正しい努力と間違った努力という言い方は島田紳助しててですね、うん、間違った努力というのは何かというと、うん、例えば漫才の練習を一生懸命やることやと、うん、そんなこと言っても段取りしゃべりが上手くなるだけで、うん、漫才が面白くなる。なるわけじゃない、はい、それなのに努力してるやつを見ると痛くてしょうがない。痛くてしょうがない、ね、そうと違ってお前ら歩きながら世間話して自分のリズムっていうのをまず見つけて、うんうん、ネタ考えるのはそれからやみたいなこと言って、うん、正しい努力って言葉を散々やってるんですね。つまりこの人が言う努力の中には戦略とかマーケティングも全部入っちゃってるんですよ。考えて計算してストラテジー考えてっていうことを言ってる、はい、だからこれは僕もその通りだと思います、はい、でさっきその教育っていうの言ってますかって言ってたのね、はい、はるかはるか昔ギリシャ古代ギリシャの時代、はいはい、あの時の哲学者っていうのが、はい、才能と教育と、まあ、努力にあたるんですが訓練っていうのを比較してるんですよね。はい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 、で訓練は場合によっては才能をしのぐこともできるかもしれない、うんうん、才能と教育と訓練と、しかし面白い、はいはいはい、教育が才能や訓練をしのぐことはないって考えられたんですよね。それは差は何ですか。教育というのは人から与えられるもの で訓練というのは自発的に自分からやるってことで、実際に実際にやりたいと思って繰り返す行動するってことですね、はい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 、でこれなんかそうだなって気します、しますします、めちゃくちゃします。多分ですね、あの辺の関西の方々の戦闘思考力っていうのはもともとが島田紳助さんなんですね。また問題を起こした人ばっかりで申し訳ございませんけれどもですね、島田紳助さんが昔坂東英二さんと2人の番組やった時に説明した時があってですね、坂東英二さんにですね、島田紳助さんが、なんでお前そんな喋りうまいんやと、でなんでそんな返しがうまいんやという時に、いやうちの娘もうまいんだけどもまだまだという話をしたんですね。で娘がですね、そのとろくさい答えを返してきたと、父親が何か聞いた時にパッと返すんだけども何か切れ味が悪いと、で何でかなと思ったら、気の利いた答えっていうのを思いついた瞬間に返すからダメなんだというふうに娘に説教したと。で娘に言ったのは、その何種類も考えると、で何種類も切り返しの言葉考えて、その中からシチュエーションとかその場の盛り上がりとか自分の立場とか、あとでその何だろう、どんなふうにフォローできるかフォローできない、一方通行なのか、求めてる結果が得られるのかっていうのをパッパッパッと考えて10種類ぐらい考えた答えの中から選んでポンって答えろっていうふうに言ったんですね。で、そういう選ぶっていうふうなことをしろっていうふうに言ったんですよ。それだったら後で返事にミスをしてもフォローしようがあるんだけども、必殺の答えを1個だけ読んでもあんまりねどうしようもないと。ただこれでですね、いやそんな超人的なことがねできるのかというふうに聞かれる人がいるんですけども、島田紳助さん確かにそれやってるんですね。島田紳助さんのノートがすごくてですね、本当にいろんなことに対応してる、こういうふうに返したらよかったっていう反省とかですね、もしくはこのまんまこういうふうに返したらどういうふうな展開になったかっていう、その対談で違う展開という別ラストみたいなものを書いてる、それがすごかったんだよね。たださっきも言ったようにこれはね、言い返し能力でもあるので、これで議論とか言い合いみたいなものが勝てるかもわからないし、あと対談だったら相手をうまく乗せて違う方向に持っていけるかもわからないんだけども、問題を解決できるかどうかとなるともう、まあ、なんかちょっと違うのかもわからない。ただ発想とかはすごいと。戦闘思考力というのは戦闘ってついてるぐらいですから、ものを考えるその武道みたいなもんだと思ったんですね。武道だからトレーニング法もあると。島田紳助さんが言うみたいに10個の答えを考えて、あ、今将棋の対局というふうにコメントした人がいると思うけども、その将棋みたいにいつも10手20手30手先を読んでっていうふうな方法でやってると思うけども、それだけだったら対応できないことがあると。でじゃあ思考力、ものを考える時の、なんで若干大阪弁になってるのと今あったけど、それは島田紳助さんで大阪弁を使ってしまったのですね。一度大阪弁になると本当に標準語に戻しにくいんですよ。でこれからちょっとすいません、今トーン上がりましたけど、トーン上がるとなんとか標準語になります。 DVD 新流の研究がすごい、島田紳助のマーケティング理論を分析、全てのビジネスに応用が可能、新流の研究から学ぶマーケティング理論、新流の研究という DVD があって、その中に X と Y の分析という講義があったんだ。
そこで島田紳助はどういう漫才をするのか考えろと言うんです。まず漫才の上手い人はいっぱいいる。だけど人によってうまくできる漫才とできない漫才があるんです。どんなにこの漫才面白いなと思っても自分にできない漫才はできない。でもこれなら俺にもできるはずと思った漫才ならできる。それをいくつも探すように言ってるんだ。例えばこの漫才面白いというのがあればそれを書き出す。自分と違うタイプの漫才でもこれなら俺にもできるんじゃないかと思うものがあったらそれも探す。そうやって自分の笑いに近いパターンをどんどん探す。できない漫才は考えない。どんどん外す。そしてできること、目指しているもの、同じ感性のものをひたすら探す。これが X 軸。そして Y 軸というのは基本的には勉強。昔面白かった漫才、昔ヒットしていた何か、それを過去の異物とは考えずにとにかく聞く。聞いて聞いて聞きまくる。そして聞くときに今と何が違うのかを考える。それが時代によってどのように変化してきたのかを書く。その時代によって受ける笑いがどう変化してきたのかをひたすら書き写す。自分ができること、やりたいことが X 軸。世の中の流れ、変化を Y 軸。この X 軸と Y 軸の両方を分かってから初めて自分が何をするか悩めて。自分が何をするのかを考えるのはこの X と Y が分かってからだと言ってるんだ。何もしないうちから何をすれば売れるんだろうなんて考えるなと。まず自分は何ができるのかを理解した上で、次にこれまでとこれからの流れが分かってから初めて悩めと。一発屋がヒットして消えるのは常に変化する時代の流れ Y 軸というのがあるから。一発屋とは時代の流れと自分の感性が偶然あったから一発屋になれた。これは出会い事故みたいなもの。ところが一発屋は自分がやれることが分かっていない。時代が変化して自分に合ってくれたということが分かってないから変化に対応できない。自分 X 軸は変わらないけど時代 Y 軸は常に動き続けるからなぜ売れたか分からないまま一発屋は消えていく。これってあらゆるビジネスに応用できる話だと思うよ。今回は才能と努力の話をします。島田紳助が言うには漫才のすべては才能らしいんです。例えば歌なら歌う時に音を探しちゃって声がぶれるような人を音痴って言うんです。同じように喋りも才能なんだそうですよ。例えば漫才の時振りのガーテンとデナの時には明らかに音程が違う。才能がある人はここを必ず正しい音程で発声する。でも人によっては音程が同じになっちゃうかぶれて音を探してしまう。こういうのが才能がないってことなんだって。才能には0から5の6段階ある。努力にも0から5の6段階ある。そして結果っていうのはこの才能と努力の掛け算で決まる。才能が2で3の努力をすれば6の結果が出る。な、単純やろって島田紳助は言うんです。だから努力は大事だと。ところが無駄な努力は努力とは言わない。だから君らも努力なんかしたらあかんでとも言うんだ。努力は大事だと言いながらも努力なんかしたらあかんでと言うんです。例えばプロボクサーの練習限界は3時間。それ以上やると体を悪くするだけ。漫才も同じ。しょうもない練習をやりすぎたら体を悪くするだけ。何も考えずに努力するとそれはただの筋トレになってしまう。筋トレは努力とは違うんです。努力というのは自分の身になること、自分が前に進むこと、自分の実力が伸びること、それを努力というそうなんです。すごいでしょう。この島田紳助の話って努力の方向性を定義してるんだ。最初に漫才は才能やって言い切ってるわけなんだよね。だから授業で話すのは努力の方向だけ。間違った努力をしてもそれは筋トレになるだけで全然意味がない。そんなことをするのではなく正しい方向で努力をしろ。明確な目的があると絶対に努力をしんどいとは感じない。それが島田紳助の理屈だから無駄に練習するなと言うんです。島田紳助の話し方はずっとシンプルで解釈しなきゃわからないんですよね。かっこ笑い。これはビジネスをやっている人間は絶対に見た方がいい。普通に見てもすごい内容なんだ。誰かが作ったすごいものって後の人間が注釈をつけて広げないと逆にあまり売れないんだよ。